ノルウェーの、オリンピック、トレーニングセンターというところに来ています。ここではトレーニングができたり、体力測定ができたり、あとまあホテルもあって、そこで寝泊まりしながら活動することもできます。オスロの一番の中心部から電車で15分ぐらいで、こういう環境の、ところに、自然が非常に多いところに、オリンピックセンターができております。で、オリンピックセンターの隣には、オスロ体育大学というのがありまして、そこには非常に大きな体育館があります。あとこちらは湖とかになっておりまして、ランニングとかができるということです。ここはオリンピックセンターのトレーニングルームになってます。今ここで選手がトレーニングしています。ここのトレーニングルームは、ソチオリンピックに出場した、ノルウェーのスキーであったりスケートであったりっていう選手もここでトレーニングをしているそうです。はい、主に体幹を鍛える感じのトレーニングです。はい、こちらの選手をで、見てて思うのは、2メートル超えてる選手も、何人かいるんですけど、そういう選手も例えば毎日練習はしてるけど膝が痛いとか腰が痛いとか練習ができないっていうことはほとんどなくて、多少そのどこかに痛い部分があるのかもしれないですけど、ほとんどそれがもう練習に影響するようなレベルではないぐらいで、練習も本当に普通にやれてる状態です。で、そういう選手、例えば、大きいけどひょろひょろとかっていう選手もほとんどいなくて、みんな背も大きいけど体格も非常にがっしりしているというような選手が、大半です。で、やっぱりその背景には、本当に高校生の段階から、こういう施設で、トレーニングをするっていうのが本当に日常的にやってて、何もそれが特別なことではなく、こういうところでやるのが当たり前っていうような感じで、やってる継続してやれてるのが、そういう体つきの変化にも、つながってるんだなっていうふうに。非常に、僕もトレーニングやらせてもらって、いいトレーニングができました。今はちょっとこれは自分の、今日泊まる部屋ですね。ベッドが2つあります。はい、あとはテレビ、この大きいテレビがあったり、